あのね、もう相手がこう神を目指す、神になろうとしている、まあどんな神であろうがね、我々人間はね負けないんだよ。来いよハリー、ハリー来いよ。無駄、お前の攻撃は全て見切ってやる。無駄、無駄、お前の攻撃は全て見切ってやる。あなたのゲージもうなくなっちゃうわよ。これタイガード、はい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 、はい、おいでよおいでよおいでよ、早く、はい、おいでよ。無駄、はい無駄。はい、ファイアブリンガー、わー、ボタカー、はい、行こうか。はい、君が泣くまで殴るのをやめない。毎度。さて、本日はストレンジャーオブパラダイスファイナルファンタジーオリジン体験版をプレイしていきますケロー。こうね、このタイトルは2021年 E3 で突然発表されたファイナルファンタジーを題材にした仁王のね、チームが作ったハクスラアクションらしいですね。結構ね、骨太らしいですよ。お、かっこいい。なんだこれ。めっちゃかっこいいじゃん。ういういういうすげえかっこいい。いきなり強強な技が使えるやん。なんだこれ。チュートリアルだった。タチファとか。なんすか。あ、ロックオンね。基本からまず。おっしゃ。R1 通常攻撃。R2 がアクションアビリティ。いた。おい。おい。通常攻撃。通常攻撃。くれ。アクションアビリティが。あ、アクションアビリティから通常攻撃つながりますね。なるほど。これはコンボとして使っていきたい。逆にアクションアビリティから入っていく感じ？ここからの、ほら、こう。あ、外したわ。かっこ悪。かっこ悪。つながるわ、言うて。外してたら世話ないわ。さあ次はソウルバーストです。敵の頭に黄色く表示されているブレイクゲージを削り取ると敵がブレイク状態になると。なるほど。ソウルバーストで敵を撃破すると MP が、最大 MP が増えると。ほう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 。まあな、いろいろあるのね。 MP を消費してアクションアビリティを使用できる。あ、アクションアビリティは MP 消費なのか。なるほどね。おいしょ、おいしょ、おいしょ。ここからのドーン。なるほど。お、ソウルバースト発動。かっこいい。ヒットポイント残ってても倒せるわ。ソウルシールドとは、丸を使うと構えます。構え中はブレイクを消費します。ほう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 。長押しで構え時間を延長。なに、パリー的な。今失敗。そうか、タイミングは、タイミングはむずいっすね。笑われとるで。なんやあいつ。おいと、あ、今の成功じゃない。ああ、やられた。笑うとる。腹立つ。ソウルバースト。気持ちいいわ、これめっちゃ。次は、インスタントアビリティ。紫色の攻撃をソウルシールドで受けると、インスタントアビリティとして使用できるようになります。どういうことや。投石、あ、なんか投げてんな。紫色ですね。なるほど、なるほど。おっしゃ。あ、あ、なんか入った入った。めっちゃ石投げれるわ。石投げれるわってなんや。ライトブリンガーとはMP と最大 MP を消費して発動できると。ライトブリンガー状態では敵に与えるブレイクダメージが増加し、敵のブレイク上限を削れるようになります。なるほどね。わからんけど。ライトブリンガーを発動すると、ブレイクゲージが専用のゲージに変化します。専用のゲージは、時間の経過や被弾により減少すると。ライトブリンガー！わわわ！おーおー、強い強い。めっちゃブレイクするわ。すごい。でも最大 MP が減るのね。
あ、この場を離れるで終わりです。チュートリアル行きましょうか。本編ワクワクが止まらないぜ。これアクションゲームとしてあれですね、やっぱそのチーム忍者なんでね、もうゲームとしてはかなり完成度が高いアクションだと思います。お城だ、カオス神殿かな。まあ、このタイトルはね、ファイナルファンタジーオリジンということで、ファイナルファンタジーのパート1を題材にしているっぽいですね。ガンダムオリジンとかあるもんな。オリジン流行ってます。おお、危ない。カオスよ、待たせたな。津田さんじゃん。なんならここまで迎えに来やがれ。津田さんやで。見学がてら行こうか。かっけえ。まさかの津田さん、ファイナルファンタジーで主役？いや、この暗い感じがいいよな。いいわ。なんか、ダークファンタジー感が強いですね。これ、セーブか。はい、1ポイントで MP が回復。敵が復活。まあまあ、ソウルライクな感じですね。1ポイントが0になると、ここからやり直しですね。なんかあんな、バトルセッティングとか。大剣士やって。大きい剣士ってこと？まあ、武器いっぱい装備できるっぽいな。ミッション離脱ってあるから、このカオス神殿自体がミッションみたいな感じなのかな。あ、ちょっと待って。新ジョブ戦士やって。大剣士から、戦士になれんのか。なるほど。これちょっと戦士目指したいですね。ハイブリンガーとか、なんかいろいろあるね。これスキルツリーはね、ほんと、どんどんやりたくなんねんな。たまらんわ。行こうか。敵おるか。おるわ、ごめん。おら最初からクライマックス感。よいしょ。おー、ガンちゃん。来ました。もう面白いわ。もう最初のゴブリンで面白いって分かった。あ、ちょっと待って。体験と体験士なのか。大きい剣士じゃなかったわ。体験を使う剣士ってことね。ごめんなさい。ちょっと勘違いしてました。下にいます。やるか。よいしょ。やったろうぜ。これでもあれやな、戦士があるってことは、普通の他のファイナルファンタジーのジョブもありそうですね。なんやこれ、あ、怖い。敵が出てきますね。巣みたいな感じか。おっしゃ、これ壊そう。先に壊した方がいい、絶対。おいだ。壊れろ。壊れろ。おら。よいしょ。あ、ソウルブレイクできる。お、すごい。あ、すごい。怖い。主人公の力が怖い。化け物かよ。あ、グレートソードレベル4とかもらった。闇の噴出砲とは。ほうほう、やっぱ敵が出てくるんだよな。壊さないとダメっぽいですね。お、壺も壊れる。あ、なんか入ってるわ。お、チュートリアル。あ、ボムおるな。ハイヤなどの魔法攻撃は、あ、ソウルシールドで受け止めることもできるらしい。なるほどね。ああ難しい。お、なんだそれは。お、取れた取れた今。ファイヤー取れんかった。近づきたくねえな、あれ。超近づきたくねえわ。ファイヤー撃ってますね。ほらゴリ押しだ。ゴリ押しだ。危ない。オッケー。レベルもサクサク上がる。装備もね、こうやってハクスラっぽいですね。サブステータスがいろいろついてるっぽいです。こうやってジョブポイントもね、スキルツリー振っていけてめっちゃ楽しい。ボムいます。ファイヤー来た。あ、ボブリもいるな。お、ファイヤー吸えましたね。ファイヤー吸えたぞ。熱。
お前火の中に逃げんじゃねえよ。ファイヤー撃ったろ。おい、なんだ怖い。あ、死んだわ。悲しい。はい、セーブポイントからです。戦闘不能になると入手したインスタントアビリティは消滅し、最大 MP も減ると。敵が手強い時は最大 MP を増加させてから挑みましょう。結構重要なんやな。 MP は今3本とちょっとやな。もうちょっとで4本。なるべくソウルブレイクとかソウルシールドとかをやって MP を増やす感じなんでしょうね。吸ってやるぜ、オラオラ。オッケー。あれ、え、ちょっと待って、ゴムにファイヤー当てたら大きくなって自爆してる。すげえ、属性のギミックがある。ちょっと吸いますね。オッケー、うまい。さあ、こっからの、お、うまいよ。ナイス。すごい、もうすごいね。タイニーのパリーが素晴らしい。おい、お前らも頑張れよ。お前、おい、ほら、すごい上手くない？ハイニー、パリーがめちゃめちゃ上手い。そしてボムへ全て攻撃を返すことによって一切こちらはダメージを受けずに倒せるという非常にすごい技に気づきました。ありがとうございます。天才ゲーム実況者ハイニーです。見て、魔術師なったわ。そうか、武器の持ち替えでクラスが変わるんだ。魔術師、なるほどね。あの炎邪魔だな。ほう、紺の特徴、溜め攻撃ができます。なるほど。近接攻撃ね、片手コンですね。で、長押しで黒魔法を栄養できます。なるほど。押しっぱなしで強化されていくと。攻撃には属性があります。魔法属性結構ありますね。どういう感じなんでしょうね。あ、属性なんか出てるで。ブリザガとかサンダガとか。ブリザガでは消えない。なんだと、ロータか。あ、すごい、マップの火が、あ、サブテンダーおる。マップの火もウォーターで消せるってことは、結構属性ギミックがめちゃめちゃ意味あるってことやな。チェインアビリティ。あ、なるほど。攻撃しながら、ジョブチェンジができる。で、かつ、速いスピードで攻撃ができるみたいな感じね。え、ゴムにはウォーターやろが。ミスターあ、だもうサボテンダー邪魔。ちょっとサボテンダー邪魔。お、ボムに当たりましたね。結構効いてるんじゃない。あ、効いてる。すごい、魔法使い最強。属性攻撃ができる。もうファイヤー当てて自爆でもいいしな。やりよういろいろありますね、このゲーム。熱いわ。ファイナルファンタジーの魔法使いって感じがする。いきますか。ファイナー、ほら自爆した。サボテンダー逃げたな。逃げるんや、あいつ。助けてドラえもん。フリーダーが、あいつ来んな、こっち。痛い、もう炎症ができない。こっから攻撃できるかな。このウルフのあれですね、親玉。めっちゃ来んな、あいつ。しつこい。雑魚のね、狼はそうでもないんですけど、囲まれるとやばい。あいつ呼ぶんじゃないか、雑魚。ひょっとして、あいつダメだな、当たんないな。こっからいけるか。ここ行くの、わしわしわし。なんか狼には氷が効きそうな気がする。そんなことないかな。ファイヤーなのかな。でも結構ダメージ通ってるんで。よし、このままいけそうな気がする。頑張れお前ら。いったか。
ペッペレー。やったやったべ。地獄の戦いやった。ここ何回死んだ？ 2,3 回死んだべ。あ、ちょっと待って、めっちゃジョブポイント溜まってるわ。死ぬほど戦ったんで。お、やった、魔術師、あ、クロマ同士なりましたね。こっちも実は戦士なってるんでね、両方とも上位ジョブなりましたね。まだちょっとどうすんの？ここ、あ、ここで帰れるんだ、車同士。ちょ、こっちの体験士も戦士にしよう。よし、これで上位ジョブで戦える。ジョブチェンジがね、2つだけやけど自由にできるんで、なんだろう、アーマリーシステムみたいな雰囲気もちょっとありますね、14のね。他ね、ジョブどんなのあるんでしょうね。あ、槍じゃん、マジで。槍は何？こっち上位や。お、ちょっと待って、ジョブポイント6溜まってるわ、振っとこうか。こうパッシブとかを取ったらあれなのかな、多分戦士とかにも他クラスにも影響があるんですかね。パッシブは取らないとな。これですね、槍師、槍術師じゃなかったわ、槍師ちょっと名前が面白いですね。槍の特徴は踏み込み突き、なるほど、ランスハーラ、槍投げか、なるほど。ジャンプじゃないんだ。ジャンプはやっぱ上位の竜騎士でしょうね、おそらくね。死ね、コウモリ、槍の力をあたえんの持つはやめぶつらかしちゃう。あ、うわ、なんか気持ち悪いのがいっぱいある。3つありますね。投げたら槍、おお、爆発したぜ。痛い、槍投げ気持ちいいな。よいしょ、はめて投げる。おお、すごい大ダメージじゃん。るるよ、あ、これあれやな、コアさんと出てきますね。壊せ壊せ、ラスト、ここだけ、おっしゃ、うわ、かっこいい。あー、何、あ、え、嘘、ごめんなさい、ごめんなさいごめんなさい、壊しちゃった、大々的に壊しちゃった、すいません、怒られてる。あ、死んだわ。一番大きな塔へ行けそうだな。いや、行けそうやけど、めちゃめちゃ壊してもうたで。怒られへんかな、後でお金払えとか言われへん、カオスさんにな。お前塔壊したやろって言って、修理代払ってもらう系のって言って、ね、なんで広島の人なんか知らんけど来そう。オープンザドア、すみません、ウーバーイーツです。お、スケルトンだ、スケルトンだわ。ガード不能攻撃があんのか、なるほど、まがまがしいオーラをまとった攻撃は避けないとダメっていうことですね。今取った鍵が多分ボスの部屋の鍵なんじゃないかな。ここ、あ、そうですね。あ、また続いてる、闇が濃い、闇が濃いって間違いない、この先にいる。ボスの部屋着いたっぽいです。これ最後のチェックポイントかもしれないな。さあ、いよいよボス戦です。ドキドキする。すごいな、ギョギョしいな。こう見た目装備からもかっこよくていいよね。ちょっと朝栗っぽくなってるな、朝栗感のある竜騎士が来ました。私はカオスとなるもの、神ですね、いわゆる。俺たちはカオスを倒しに来た。かっこいい。光の戦士かもよ。光の戦士かもよってことは違う可能性も結構あんのかな。いつも立派な鎧姿で。セーラ姫じゃん。恐ろしげな仮面を。ファイナルファンタジー1のね。ガーランド。
お姫様さん、ガーランド言われてるやん。私はカオスとなるものだ。自分のことをカオスと思い込んでるだけの酔っ払いかもしれないよ。さあ始まります。お、立ち姿かっこいいですね。おお、怖い。その距離を取る。ジャンプ、あ、ちょっと待って、ジャンプかっこ悪い。隆起しジャンプがかっこ悪いです。おお、投げてくる。ジャンプでかわしたけど、よいしょ、やっと当たった。うわ、めっちゃ減るな。ファイアーブリンガーやって、仲間同士みたいな。おお、全然ジャンプが。お、怖い怖い怖い。うわ、やばい。うわ、めっちゃ減る。うわうわ、もう死んだで。早っ。ちょっと、あ、なんかあるわ。物戦のヒント。カオスとなるもの、素早く、隙の少ない手強い相手です。なるほど。まあ、いろいろレベル上げをしろということか。わかった、レベル上げをします。魔術師だけど、なぜソウル吸収。よし、これで準備は整った。3時間レベル上げをして、現在黒魔導士レベル28でございます。大体のもうパッシブとかも取っております。まあ、竜騎士の方もね、もうかなりレベル上げはして、まあ、もろもろレベリングは完全にやっちゃった感じで、最後3ポイント振っておきましょう。はい。あのね、もう相手がこう神を目指す、神になろうとしている、まあどんな神であろうがね、我々人間はね、負けないんだよ。来いよ、パリパリ、来いよ。無駄、お前の攻撃は全て見切ってやる。来な、3時間だ。お前のためにレベル上げをし、お前の技の全てを見切った。お前のファイアブリンガーはウォタガで溶ける。さあ来いよ、来なよ。どうした？怖いのか、クロマ同士が。クロマ同士が怖いのかい？無駄！無駄！あ、無駄じゃなかった。無駄！こっちの無駄が無駄だったわ。はい、ファイアブリンガー来たんで、ウォタガで溶かしまーす。無駄！無駄！お前の攻撃を全て見切ってやる。いいか、カオスとなるものよ。お前は俺がミスったよ。お前は俺には勝てないのさ。はい、お高でーす。はい、総裁ダメージは受けたけど、ファイアブリンガーも消えました。さあおいでよ、おいでよカオスさんよ。無駄、はい無駄。おいでおいでおいで、ファイアブリンガーも、はい、ウォタガー。はい、無駄。はい、無駄。はい、あなたのゲージもうなくなっちゃうわよ。はい、これ、タイガード。はい、はい、はい、はい。はい、おいでよ、おいでよ、おいでよ、早く。はい、おいでよ。はい、無駄、はい、無駄。はい、ファイアブリンガー。わー、ウォタガー。はい、はい、取りました。はい、行こうか。はい、君が、泣くまで。殴るのもやめない。あ、なんだ、クロマ同士、クロマ同士の手を止めたら無駄。はい、無駄です。はい、はい、無駄無駄。はい、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 もっと飛ばしておいでよ。はい、カオスブリンガーね、カオスブリンガーはもう近づかなきゃいい。どうした、どうしたんだいカオスさんよ。はい、アイスソード来ましたね。アイスソードはファイガで溶かす。よし、総裁、ほら見てください、スタミナゲージがめっちゃ減りました。はい、カイガード、あ、できなかった。はい、避ける、オッケー。さあおいでカオスさん、クロマ同士相手に何をビビってるんですか。はい、おいだ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 い
はい、アイスソードはファイガで溶かす。はい、相殺しても OK です。はい、ヒートクロー避ける。これ避けれない攻撃なんでね。どうした？もっと手数多かったよね、あなた。アイスソード、はい、ファイガで溶かす。あれ？あれ？どうした？あれ？来ないな。あれ？もしかして、あ、終わってた、終わってた。なんて楽勝な勝ち方をしてしまったんだ。人間が神を殺す、これぞエインヘリアル。てってれー、クリアです。ありがとうございます。どうなの、どうなる、終わりかな。あ、終わったわ。 Thank you for playing. Press any ボタンということで、今回プレイさせていただきました体験版は期間限定ということですので、ぜひね、みんなも、クロマ同士でボッコボコにパリーしてあげたらいいと思います。ということで、ストレンジャーオブパラダイスファイナルファンタジーオリジン実況でございました。またチャンネル登録、感想、コメントなどもよろしくお願いします。高評価もよろしくけろな。